です。男女平等になったこの社会が滅ぶって話をしたいんですけど、所得の話で言ってしまえば、男性と女性の所得が同じだった場合、多分女性はね、男性に対して魅力をね感じなくなっちゃうんじゃないかなっていう話で、そのデータとしては女性は男性に対して自分の2割高いお給料をもらっている男性でないと魅力を感じないみたいな、継続的にねいい付き合いができないみたいな、ね、データがあるんですよ。まあそれでもこの人が好きだからっていうので結婚するっていうのであれば別に構わないですよ。ただ男女平等になった場合、レディースデー、あとはレディーファースト、こういうものあるにしてもメンズデー、メンズファーストっていう言葉ないじゃないですか。だから女性の権利だけを保障するのではなくって、男性の権利もちゃんと保障した上で女性の権利も保障するっていうのでは、男女平等私は賛成なんですよ。なんだけど今のは男女平等だったらおそらくまあ少子化加速するんじゃないかなって私は思ってるので、そういうことも考えた上で一度ね皆さん考えてみてください。それでは。